どうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。今回も素晴らしこの世界、素晴らしきこの世界、最初から噛んでてすみません、実況プレイパート2やっていきたいと思います。マルシーに向かえということでしたね。はい、行きましょう。あっちかな。つっ、進めない。本当に閉じ込められてるのか。嘘、進めないの。どうしよう、マルシーはこの先なのに。ん、視線、誰か見てる。なんだあいつ、俺たちを見てるのか。パートナー契約確認。どうしよう、この壁どうやって。あれ、ネック君進めるみたいだよ。うん、どうなってるんだ。なんとなく、なんかよくわからないけど、ラッキー。とにかくマルシーに急ごう。パートナーの契約を確認したから通れるようになったってことでしょうか。独り身には辛いですね。そういえばあの赤いやつ、え、ん、あれいない。何だったんだ。ということでマルシーに迎えるようなので行きましょう。104ビル前到着。タイマーが消えた。よかった、クリアできたんだ。え、誰。なに、安心してんのよ。なに、なに、こんなのクリアできて当たり前だし。誰だ、どこにいる。まさか死神。死神、どうせあんたたちは遅かれ早かれ消えるんだから。消えるんだったら私のポイントになって消えてね。これあれか、ラーメンを食べに行こうみたいなこと言ってた人かな。くっ、またあの化け物。ネック君、そろそろバトルに慣れてきたよね。全然慣れてないんですけど。今度は私の方は意識して戦ってみて。はあ、お前はお前で戦えよ。ノイズを倒すためにお願い。わかったよ、行くぞ。上画面のバトルは敵のいる方向に十字ボタンを連打することでコンボ攻撃できます。画面分かれて戦うんですね。攻撃中に出る表示はコンボマップです。このマップの上下に矢印があるところで上下方向のボタンを押すと段を移動することができます。また上画面のバトルは一定時間操作しなければパートナーが勝手に敵を攻撃するようになるオートプレイモードになります。上画面はオートプレイになるので何回かバトルを進め、下画面の操作に十分慣れてきた頃に上画面を遊び始めるのがおすすめです。ということで、今回はオートプレイでやってもらいましょう。全然慣れてないのでね。まずは下画面でのバトルになれたいと思います。セレクトボタンを押すとスタートと。よし、頑張るぞ。燃え上がれ、燃え上がれ。え、敵どこ。うわー、攻撃された。よし、消えた、勝った。上画面のバトルをゲット。上画面は十字ボタンを使って戦おう。また一定時間損失しないでいると勝手に敵を攻撃するオートプレイモードになるぞ。ちょっと声が裏返りすぎなんですけど。ネク君、今度は2人一緒に戦おう。2人で協力すればノイズを早く倒せるはずだよ。行くよ。平行世界に同時に存在する敵ノイズを倒すため契約を結んだ彼らもまた平行世界、つまり2画面で同時にバトルを繰り広げます。このノイズ世界では敵も味方も上と
下でヒットポイントを共有しています。例えば上画面のノイズを倒すと下画面のノイズも倒したことになります。敵にコンボが決まると緑色の光球が発生し上下の画面を移動します。上画面と下画面でタイミングよくコンボを決め続けて光球をうまくやり取りすると攻撃力はどんどんアップし続けます。難しそう。さっき光球来ましたけどコンボなんて決めれなかったので頑張らないとな。気抜くなよ。気抜くなよ。はい。もっともっと。任せろ。ごめん任せないで。どこどこ敵敵燃えろ。よし一体倒した。向こうが倒してくれちゃった。もう一体二画面バトルをゲット。このゲームでは二画面でバトルするぞ。下画面ではタッチペンを使って上画面では十字ボタンで戦おう。ネクとパートナーの間を移動している緑色の光球がある方の画面を操作してみよう。光球がある方のフィニッシュブローの攻撃力がアップするぞ。フィニッシュブローって何でしょうか。全然わからない。終わったか。まだだよネク君、あれ見て。く、今までのやつとは違うな。けどやるしかない。おいお前、何ネク君。ネクでいい。それと足引っ張るなよ。ふ、うん、ごめんなさい。足引っ張るのは自分の方です。言い抜くなよ。任せろ。任せないで。とりあえず攻撃、あ、避けろ。うわー、30も食らった。つえー、飛んできたよ。ありがとうありがとう。だけどわあ、ブートしてる。今ブートしてるよ。しっかりしろよ。しっかりしろよ。食らってんじゃねえよ。ヒットポイント共有してんだよ。うわ20も食らった。上画面の操作難しそう。おー倒した。完璧完璧。敵を倒すとをゲット。敵を倒すと、EXP と BP が手に入る。EXP はネクのレベルアップに使われ、 BP はリザルト画面で装備したバッジのレベルアップに使われるぞ。はい、500イエンをゲット。換金すると500円の価値があるバッジをゴミ箱に捨てるとお金をゲットできる。はいはい。ゴミ箱に捨てるとってどういうこと。ヒヒロ金をゲット。赤色の宝石を埋め込んだバッジ、どこかのショップでキャラクターの成長に関わる重要なアイテムと交換できそうだ。どこかのショップってどこ。なんとか勝てたね。クリアできて当たり前か。やっぱりこれからどんどん難しくなっていくのかな。あと6日間大丈夫かな。私たち生き残れるよね。私消えたくないよ。なんだよ、なんなんだよこれ。どうして俺はこんな目に。俺が消される。俺は本当に死神のゲームに巻き込まれたのか。もうここから渋谷からは出られないのか。チャプターエンド、死神のゲームということで、チュートリアルの回はこれで終わりなんでしょうかね。セーブメニューではこれまでのゲームの内容をセーブしたり、ゲームプレイに関するレポートを参照することができます。はい、ゲームレポート。
キャラクターステータスウィンドウ、セーブデータ、セーブパネル。セーブメニューではこれまで進めたゲームの内容をセーブすることができます。まあここら辺はわかりますね。エスパーランク、エスパーポイント、ノイズレポート、マスターダッシュ、アイテムコンプ、ファイナルタイムアタック。うわ、最速タイムとかすごい遅いことになりそうな。それではセーブしましょう。はい、これいつ撮ったかバレバレですね。ザ・セカンド・デイ。ということで2日目でしょうか。ここはどこだ。うまくいかないかな。あ、違いましたね。うまくいくかな。おい、うわ、びっくりした。いちいちうるさいやつだな。ひどいな。そんなに騒ぐ必要ないだろ。何、どうしたの。ここどこだよ。はあ、ここは駅近くのガード下だと思う。電車の音聞こえるし。おかしい、いつここに来たんだ。来た、ミッションだ。像を呪いから解き放て。制限時間は60分。失敗したら消滅。死神より。いた、またこのタイマー。何なんだよこれ。ミッションの制限時間よ。って本当に知らないの。ゼロになるまでにミッションをクリアしないと私たち消えちゃうんだよ。ありえないとはもう思えないな。消えていく人たちを実際に俺は見てる。それに死神、姿は見てないがさっき聞こえた声、あいつが死神なのか。死神ってラーメン食べるんでしょうかね。でも死神なんて本当にいるのか。うん。ってあれ、この日付、なんで日付が変わってるんだ。もう1日経ったみたい。1日経った。あの後私たち寝ちゃったみたいだね。とにかく今日もミッション頑張ろう。今日も頑張ろう。それに寝ちゃったみたいって、そんな都合のいいこと本当にあるのか。 10C ってところについてノイズってのを倒して、それから今までずっと寝てたっていうのか。象を呪いからって、象ってやっぱりハチ公のことだよね。いや、気を失った。ちょっと四季の言葉聞いてあげて。考え事多いよね。くそして気がついたらここにいた。気を失ってる間のことは覚えていない。でも呪いって何のことだろうね。ネク？誰かにここまで運ばれたのか。それとも話聞いてあげて。ちょっとネク、聞いてるの。ちょっと返事くらいしてよ。パートナーでしょ。協力しないとミッション解けないよ。そこまで無視しなくてもいいじゃない。あ、かわいそう。はあ、どうしてうまくいかないんだろう。コミュニケーション能力に難ありですねって言おうとしたんですけど、カミカミだな。よし、ここにいても始まらないし、とにかくハチ公のところまで行こう。この人誰？この人の心は読めないのかな？ちょっと今マーク出ましたよね。あいつ、どこかで。ネク、ハチ公はこっち。
早く。うるさいな。勝手に行けよ。ちょっとパートナーのこともっと考えてあげようよ。嘘、進めないの？今日はここに閉じ込められてるのか。どうしよう、このままじゃクリアできないわ。こいついつもこればっかりだな。なんでだよ。だってハチ公はこの先にあるんだもん。だったらなんとかここから抜け出さないとな。昨日も壁はあったけど通れるようになった。何か法則があるのか？ねえ、どうする？昨日の壁はパートナー契約をしたら通れましたよね。ぼーっとしてないでネクも考えてよ。今考えてるだろ、いちいち話しかけるな。集中できな。あれ、ネク、どうしたの？あの赤いパーカー、どこかで見かけたような。スクランブル交差点だと思います。ネク、何見てるの？あの人誰？ネクの知り合い？そうだ、昨日交差点で足止め食らった時に見かけたやつだ。何者なんだあいつ。やつの思考を見てみるか。スキャンについてをゲット。フィールドで、下画面下部のスキャンバッジをタッチするとスキャンフィールドが発生。テレパシーを使って周りにいる人の思考を読むことができるぞ。さっきありましたよね、なんか青い画面になるやつ。集中しろ。はい、集中してなくてごめんなさい。でもこの人読めないんですよ、タッチしても、うん、あれ、どうしたの？思考が読めない。え？スキャンができないの？昨日はスキャンできたのに今日はできないのか？それともバッジが壊れたのか？一見普通に見えますけど。スキャンなしでミッションクリアできるの？もしかしてあいつだけ？また無視してる。リアクションしてあげてよ。あいつが特別なのか？ねえネク。うるさいな。なんかヒロインの扱いが邪険すぎる気がするんですけど。なんだよ。ちょっとあの人こっちに来るよ。スキャンを使ってこのエリアのノイズをすべて倒せ。え、何いきなり。不審人物ですね。知らない人の言葉は聞かないでおきましょうか。先に進むための条件か。あ、なら聞くしかないですね。ノイズを倒せって、どこにもいないじゃない。この世界は目に見えるものが全てじゃない。行っちゃった。何あの人、感じ悪い。何なの？あいつの素性はわからないけど、このゲームの関係者ってことは確かだ。ということは、やつがまさか。だからスキャンできなかったのか？スキャンをすると普段は見えないものが見える。ってことはノイズも。おい、ノイズを倒すぞ。え？でもノイズはどこにいるの？ノイズないてどこにもいないじゃん。スキャンすればわかる。ほんとかな。よし、それじゃ早速。はい、ということで、ノイズと戦う前に一回パートを区切りたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。まだ全然セリフが多いので、全然ね、セリフ読んでるばっかりで実況をちゃんとできてないような気もするんですけど、ここまでお付き合いくださってありがとうございました。次回もよかったら見てください。それでは。